今回は厚手で新要素が追加されたので、そこだけ軽く紹介するよ。まずは国際大会における不具合の修正。DH 選手の招集不具合が改善したみたい。はい、ストップ。なんと、ゴールデングラブ賞が追加されました。割といろんな人が待望してたアプデだと思うので、これが修正アプデと一緒に追加されたのは正直驚いた。タイトル表示はこんな感じ。守備力が C であってもゴールデングラブを取るのは可能らしい。では守備力 S で肩が E だったら、ゴールデングラブ賞を取るのは可能なのだろうか。この弱い県選手で検証。普通にゴールデングラブ取れました。それでは、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。